まずはチャプター1有害業務に関わるもの、ということで関係法令から見ていきたいと思います。テキストの方は2ページを開いてください。テキストを読んでいきます。関係法令労働安全衛生法機械等および有害物質に関する規則というところで譲渡等の制限とあります。厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、または設置してはならない。防塵マスク、防毒マスク、再圧室、潜水機、特定 X 線装置、ガンマ線照射装置、排気量40立方センチメートル以上のチェーンソー等とあります。はい、これはですね、有害な業務を行う、場所で使う機械はきちんと必要な性能を果たさないと事故につながってしまいます。そこでそのような機械を使ったり譲渡したりするのには制限がかかっています。何に制限がかかっているかというのが問われます。でここにテキストにあります、いくつか出てますけれども、これは機械は全部覚えるように頑張ってください。防塵マスク、防毒マスク、再圧室、潜水機、特定 X 線装置、ガンマ線照射装置、排気量40立方センチメートル以上のチェーンソーと、テキストに記載されているものは全部覚えてください。でここのテキストに写真が載っているので具体的なイメージがわかるかと思います。防塵マスク、防毒マスク、潜水機、再圧室の写真が載ってますね。でここで一つちょっとポイントなんですけれども、今の説明の中で厚生労働大臣という言葉が出てきたと思います。これにちょっと注目していただきたいんですが、これから勉強していく衛生管理の範囲では大臣とか局長とか所長といった言葉がたくさん出てきます。で権限の大きさや統括する範囲での位置関係をイメージしておくと分かりやすいので、ちょっとここで押さえておいてください。出てくるのは、このスライドにある3種類です。厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、それぞれ上から大臣、局長、署長と覚えてください。大臣、局長、署長という、階層になっています。でこれらに例えば大臣に報告するとか署長に報告するとか、そういうふうに出てきますので、ここでちょっとイメージを押さえておいてください。はい、ではテキスト2ページにまた戻っていきましょう。はい、テキストの写真こちら出てますね。防塵マスク、防毒マスク、潜水機、再圧室、こちらイメージを押さえておいてください。要チェックです。マスクはマスクでも早期マスクは譲渡等の制限はない。その他防音保護具、防振手袋などがよく制限のないものとして選択肢に出てくるとあります。早期マスク、それから、防音保護具、防振手袋の太字になっているところをマーカーでチェックしてください。マスクはマスクでも、早期マスクというマスクには譲渡等の制限はかかっていません。で、それと防音保護具、今いわゆる耳栓ですね。それから防振手袋、いわゆる手袋、これらも、制限がないものとして、選択肢にたくさん出てきますので、覚えておいてください。制限がないもの3つ、押さえておいてください。はい、テキスト検定というところを見ていきましょう。個別検定、1個ごとの機械等についての合否の検定を行う型式検定、大量生産されるものを対象としサンプル品で合否検定を行う。防塵マスクと防毒マスクが対象。型式検定合格表彰を付さなければならない。検定というのは機能を果たしているかどうかの検査のことです。車でいうと車検のようなイメージですね。で一つ一つを検査する個別検定と、多量にあるうちからいくつかをピックアップしてそれらが問題なければ合格とする型式検定があります。でこの型式検定は型式検定合格表彰というものをつけなければいけないということになっています。これはテキストの内容を見ておいてください。では次、定期自主検査の説明に行きます。定期自主検査とは、有害な作業場等で使う機械で故障していると事故が発生する可能性が高いものには定期的に自主的に検査するように定められています。でそれら具体的にまとめられているのがこのテキストとスライドの表になります。はい、これを見ていきましょう。定期自主検査、異常を事前に発見するために定期的に自主的に行う検査のことで、定期自主検査が必要な機械ということで、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置、排ガス処置装置および排液処理装置で、これは期間は1年に1回、それから特定化学設備、これは期間は2年に1回、ガンマ線照射装置、期間は1月に1回で、記録はいずれも3年保存です。この定期自主検査に関しては期間が問われます。原則として1年に1回、記録3年保存、それから報告義務はなし、これを押さえてください。そして要チェック見ていきましょう。自主検査とくれば、2年に1回は特定化学設備のみ、その他は1年に1回、ガンマ線のみ1月に1回とあります。先ほどのまとめを、見てみましょう。局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置、排ガス処置装置および、排液処理装置、これらは1年に1回、原則として1年に1回という話をしました。で記録保存、報告義務なし。しかしですね、特定化学設備は2年に1回、逆に言うと2年に1回なのは特定化学設備だけなんですね。それから1月に1回なのはガンマ線照射装置だけ、あとは全て1年に1回です。自主検査とくれば2年に1回は特定化学設備のみ、その他は1年に1回、ガンマ線だけが1月に1回と覚えてください。はい、要チェックの太字の部分、マーカーでマークしておいてくださいね。はい、では次のテキスト3ページ、製造等の禁止を見ていきましょう。はい、テキストを読んでいきます。労働者に重度の健康障害を生じる物質（8物質）は製造し、輸入し、譲渡し、提供し、または使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、譲渡し、提供し、または使用する場合で、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けたときは、この限りでない。はい、これはですね、有害物質の中で、特に健康上危険な物質は、作ったり使用したりすることが禁止されています。この物質を、製造禁止物質と言います。ではですね、製造禁止物質、何があるかというと、下の表ありますね。製造禁止物質、見ていきましょう。オーリンマッチ、ベンジジンおよびその塩、石綿、ベータナフチルアミンおよびその塩で、その下にも4つ書いてあって、全部で8物質あります。ここで必ず押さえていただきたいのは太字の4つ、オーリンマッチ、ベンジジン、ベータナフチルアミン、石綿、この4つは必ず覚えてください。では次に製造許可物質の説明をします。テキスト読んでいきます。労働者に重度の健康障害を生ずる恐れのある7物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。